はい、皆様ごきげんよう、ピエトロです。今回は覚えないデビルグラムサタン交渉術を身につけようをリアクション実況していきたいと思います。はい、周年ガチャデビグラ実況4段目は、4段サタンでございますね。では早速見ていきましょう。モンソロ独り立ちの第一歩だね、ということで交渉術を身につけよう。交渉していくのかな。ジェンダー歌詞に俺たちでパーティーを主催する、それはいいが、すごい端的にもう導入の部分から教えてくれたね。この道理というか動機というか、どうして俺が交渉係なんだ、納得できない。はい、論でねじ伏せていけ。みんながサタンにやってほしいって、これもサタンのためなんだよ。ほら、みんながサタンにやってほしいってっていう部分も、俺がみんなに頼られてるかもいいけども、これもサタンのためなんだよっていうわけのわからん、俺のためっていう。確かに俺の成長のためだとか言ってたな。あー、本当になんか押し付けられてない、大丈夫？だがそんなのは余計なお世話だ。あらまあ、お気に召してませんけども、交渉係は会場の場所取りや物品の手配、発注といった他の悪魔との交渉が必要なことが多い。大変そうだね。くっそ、そんなことを俺にやらせるなんて。あ、めんどくさいことを押し付けられたと。みんなで苦手を克服するためだよ。みんなも条件は同じだから。なんか下の方トゲあるな。なんかね、怒ってる人をなだめるかのような役職の私。みんなで苦手を克服するためだよ。みんなでっていう部分で、そもそも誰がそんなことを言い出したんだろうな。はい、苦手を克服するデビグラでしたよね、確か。普段やらないことをやる羽目になっても苦労するだけだと分かってるのにね、苦労しに行ってるわけだからね、今回は。でもサタンって交渉術苦手なのかな。あれかな、やっぱ憤怒だから血に頭が昇ってみたいな。はい、頭に血がたわ。怖い怖い、血に頭は昇らない。そんなに嫌ならルシファーに頼もうかな。じゃあ他の誰かにやってもらう。あらまあ、はい、私煽り上手のピエトロさん。おい待て、俺よりもあいつの方が適任だというのか。そうは言ってないよ。いや、名指しで言ったわ。そういうことなら俺がやる。目がちょっとイラついてますけども、あいつにできて俺にできないはずがないと、きっちり証明してやろうじゃないか。乗せられ上手のサタンさん。自分にも手伝わせて、ちょうど暇してるんだけどな。まあルシファー確かに暇してたけども、じゃあはい、私もサタンのお供しますぜと。まあやるべきことはたくさんあるだろうからな。はい、ペトロがそこまで言うなら手伝わせてやる。はい、もしかしたらね、アポ取りが私がやらないといけないかもしれないしね。今日からピエトロは俺のサポート係だ。それでいいな。あいよ、うん。まずはパーティーで使うものを買い揃えるところから始めよう。全体の進行を管理しているのはベルフェだったな。ああ、そうなんだ。じゃあベルフェのデビグラでは進行を管理するベルフェが見れるんだね。大変そう。怠惰だもんね。なら、あいつに話を聞きに行くところからだ。はい。ベルフェとの仰せを交わしに行きましょうか。はい、あ、ベルヘから、頑張ってねーって、はい、この2話が終わった後のコメントかな。頑張ってねー、手のひらひらひらさせて。そう、わざわざ来てくれたんだ、こっちから行く手間が省けたよー。で、進行どないっていう感じか。全体を管理しているお前がそんな調子でいいのか。まずお部屋から出なさーい。さあ、僕はやれることをやってるだけだよー。こういうのはやっぱりサタンの方が向いてるだろうとは思ってるけどね。はい、交渉系はね。いや、それについては今とやかく言っても仕方ない。はい、もう任命されたし苦手克服だしね、受け入れるしかないか。ああ、運命を買い出しに行く、必要なものを教えてくれ。あのね、なら僕たちがパーティーで持つ予定の旗に使う布と、刺繍用の糸が欲しいな。布の色は、まあ、兄弟のね、やっぱ色と、全員違う色にしたいから、とにかくバラバラで7色あればいいかな。かといって揃えてきちゃうんだけどな、色を。刺繍糸の、刺繍紙っていうの？刺繍糸の方はまだ決まってないけど、デザインは揃えたいし、同じものを多めに用意してくれるといいかも。まあ、余りが出る分お金はかかっちゃうけども、また買いに行く必要とかな、出てきたら困るからね。あ、あとはフラワーシャワーに使う花の手配も頼める。花までもが、なんか全部買い出し任されてるやん。旗の布は色以外に何か要望はある？どんな花がいいのかな。あー、でもこれ要望両方違いますね。花関係と旗関係と、旗関係で聞いてみましょうか。
僕は特にないけど、なんか飾り付けしちゃう、うん、俺たちがパーティーで持つものなんだろう。じゃあまあ軽量化は必須だね。軽く、主催者としての威厳を見せるためにも生地の高級感にはこだわった方がいい。なるほどね。だがそこに予算をかけすぎるのはダメだ。上質かつ低コストのものを探すべきだろう。いや、ちゃんと考えてる。トントン拍子ですね。へえ、よく考えてくれてるね。なら生地選びは外に任せるよ。いいと思うものを選んでくれたらいいから。任されたし、はい、人間界製のものを買わないとね。見つけた、この布だ。予算も問題ない、光沢があってしっかりしてる。はい、予算の話いたしましょうか。範囲内ですか。ああ、必要な量で計算しても予算内に収まる。予算なんて七大君主の威厳使ってね湯水のように使わせてやればいいのに。布に合いそうな刺繍糸を見つかったが、店頭にある分では足りなさそうだな。ああ、そうなんだ。もっと置いといてほしい。ピエトロ、布と糸、それぞれ店員に在庫を確認してきてくれないか、おうよ。あるって、まだ言われてないけど、なさそう。BGM の雰囲気からなさそうを察しましたけども。布はあっても糸が足りない。店に置いてある分以外が取り寄せになるとは、他の店行くか。諦めて違う糸にする？取り寄せの日数を聞いてみたら？はい。諦めていいんですかね？ダメだって。いや、他の糸は布との相性が悪そうだ。ああ、じゃあこの糸じゃないとダメか。やはり俺はこの糸がいいと思う。今度は俺が店員に聞いてくる。私が聞いてないって言ったのに。あ、ここが交渉術なのね。はい。日数早めんかい悪いということで脅しにかかるという。取り寄せには3日かかるらしい。そうか。でも3日かかるらしいって何日いるの？旗の収入には時間がかかるだろうし、材料は早めに揃えたいんだが、まあでも、糸が全くないわけじゃないから、例えば7本旗いるならね、もうその足りる分だけでやっていけばいいんじゃないかな。同時進行でやっていったら1本1本が足りなくなっちゃうから、もう1本は先に完成させる感じで。いや、刺繍の作業は1日で終わるわけじゃないよな。うん。今すべての糸が揃わなくても店頭にある分だけでも作業の着手自体はできるか。はい、私が今言いましたけども。ああ、よし、足りない分は取り寄せて発注しよう。ああ、もう進めながら、取り揃えながら進めていくってことね。アスモベイビー、猫が絡むと一直線だよね。猫出てきます。猫出てくる予感がします。うん、うん、この花屋には危険な花は置いてないそうだ。だからどれでも自由に選べる。だがここ眺めているだけでは剪定が難しいな。はい、どの花がいいかってことね。花自体の見た目がいいこととフラワーシャワーとして使った時の見え方は別だからな。はい、大量発注にもなるし失敗はできない。何かいい方法があればいいんだが、ここでにゃんこちゃんが登場するってこと？ ん？あれは猫が空いてる花を、はい、一度暗転してからに。いい買い物ができたな。はい、猫のおかげってことね。猫の手借りちゃった。まさかフラワーシャワーの実演をしてくれるなんてね。店主が優しくてよかったね。はい、猫ちゃんが実演してた。ああ、ごめんなさい、ぶつりましたね今。ああ、ちょうど店主が俺たちの会話を聞いていてよかった。実際に目の前で、ああ、この後か、猫は。実際に目の前で巻いてみてもらえたおかげで、当日の様子がイメージできたからな。サービス精神旺盛なんだが。花びらの形によって花の様子が変わるなんて思っても見なかった。ああ、風の抵抗を受けながらってことか。形と色、それぞれバリエーションが出るように揃えたし、本番の見え方が楽しみだな。なあ。最低限の買い物は済んだし、今日はこれで済むわけがなかろう。あのコメントから。むっ、あれは、メルヘからだ。お、なんだろう。追加で肉の発注を頼まれた。あー、ここぞとばかりに。はい、人を使うのがお上手そうですもんね、メルヘ。確かこの近くに肉屋があったよな。帰る前に済ませてしまおう。まあ、待っての言うことを聞かないとね。わー、おしゃれだね。はい、入っていこうよ、飲んでいこうよ。ここはベールが黒闇牛メンチカツをよく買ってる肉屋だ。魔界では老舗の人気店だし、この店の肉なら間違いないだろう。はい、美味しいんだろうな。お店やってないみたいだけど、人気の割には静かだね。はい、
まあなんか不思議な方からやりましょう。まあ、見渡してるわ。確かにやけに静かだ。で閉まってるじゃないか。張り紙に何か書いてあるぞ。でも店内電気ついてます。エコエコ。とある事情によりしばらく休業します。とある事情とは、まあそこは店側の勝手か。おかしい。ただの休業なら再開の時期が書かれているはずだ。なんだろう。何かやむを得ない事情でも、まさか飼い猫が産んだのかな。あ、どうしたの。今猫の鳴き声がしなかった。はい、聞き逃すわけがなかろうってこの男が。ああ、俺も聞こえた。バッチリ聞こえた。店の中からだったな。店主も中にいるかもしれない。話を聞いてみよう。猫の声聞いたら勝手に店の中に入るこの男、ヤバめです。ああ、でもほら店頭になんか食べ物置いてるよ。悪いね、今は休業中なんだ。それは分かってる。俺たちは猫を見に来た。目的変わってる。やっぱり猫がいる。それもこんなにたくさん。テンション爆上がり。なんだ、猫が気になったのかい。実はこれには事情があってね。まさか引き取るの。そういう話ではないよね。後々のストーリーに絡んでくるもんね、それだと。なるほど。なるほど。野良猫に餌を与えていたら、そのうち店に住み着くようになった。ああ、だからちょっと店は営業できないってことか。どうするか考えてるってことか。その野良猫が店で出産し、あ、やっぱ出産してるんだ。今の状況に至る。そういうことだな。ああ、どうしたもんかと思ってるうちに子猫も成長しちまってな。そんな急激に成長するかい。店を駆け回ったりしてもお客さんに迷惑がかかるだろう。はい、じゃあこちらで手配するしかないね。本当に元気だな。店主の話聞いてましたか。お前たち俺が遊んでる。さあこっちに来い。私も遊んでほしい。にゃ、にゃー。サタン話聞いてる？連れて帰りたいくらいだね。はい、お話聞いてないサタンさんに目って。もちろん聞いてる。ああ、聞きながら遊んでいる。器用。野良猫ということはここ以外に居場所がないんだよな。なあ、つまり子猫たちの引き取り手が見つかれば営業は再開できるんだな。そうまでしてこの場所の肉を買わないといけないか。それなら俺たちで猫の里親を探す。あー、またぶつりました。ごめんなさい。二ぶつりですよ、サタン目。はい、次最後ルシファー。お前ならやりきると思っていた。信じられている。成功したようでございますね。猫の里親はどうやって探そうか。町の掲示板に案内を貼るとか、デビグラとかで呼びかける。はい、案内を貼りましょうか。デビグラの方が効率は良さそうだね。それが一番無難だろうが、すぐに見つかるかどうかは怪しいな。はい、アスモパワー借りるしかないよ。店の営業を再開させるために早めに解決したい。うん、俺たちが知っている中で里親になってくれそうなのは、誰に。サーティンちゃんの洞窟に置いていく。面倒見良さそう。サタンが行きつけの猫カフェは。ああ、なるほど。確かにあそこなら何匹か引き取ってくれるかもしれない。行きつけの猫カフェがあるんだっていうことをピエトロに悟られているっていうところに言及しない。まずはその線で探ってみるか。いろいろと迷惑をかけてすまないね。あ、これサービスしてくれるんじゃない。いや、はい、私目ざといからね。気にするな。俺たちだけじゃなく可愛い猫のためでもあるからな。里親探しが成功したら、とびきり美味しい肉を売ってくれ。愛をいい肉揃えとくよ、ということで。子猫たちの飼い主が決まった。やったぜ。すぐに決まってよかった。さあ、これで順風満帆に用意進められるね。あ、猫カフェとラットの生徒たちに呼びかけた会があった。あ、両方にってことね。なるほど、なるほど。あとは母猫だけなんだが、母猫はうちで引き取るよ。餌をやってた責任も愛着もあるからな。店長。わかった。たっぷり可愛がってあげてくれ。あ、じゃあここに来たら猫に会えるね。さあ本題に戻ろう。早速だが、パーティー用に肉の発注を頼みたい。種類と量はこのメモに書いてあるからよろしく頼む。それじゃあ。さあピエトロ、そろそろ帰るぞ。店主まだ受け入れるって言ってないんだけど。あー、ちょっと待ちな。あ、サービスだ。なんだろう、唐揚げ棒かな。猫の里親探しを手伝ってくれに、こいつをあんたらにプレゼントするよ。何をお見舞いされたんだろう。まさか手土産に悪魔シマウマの極厚ステーキをもらえるとは思わなかった。そこのテーブルで食べていかないと。家に入った瞬間にドタドタドタって奥の方からベールが。今回交渉係になったことでいろんな悪魔たちと交流することができた。
猫の里親を探すためにラットの連中ともたくさん話すことになったしな。はい、たくさんおしゃべりして成長できたかい。考えてみれば兄弟以外とこんなに話したのは初めてだ。コミュニケーションを取る楽しさが少しは理解できたかもしれない。いやー、成長、サタン成長、それに魔界が意外と悪くないってこともな。はい、みんな優しいね。交渉係をやってよかったね。こういう役目向いてるんじゃない。はい、やってよかったねと。ああ、子猫たちにも会えたことだし、猫ばっかこの男。さあ、嘆きの館に帰って、肉屋からもらった肉を二人で焼いて食べよう。二人で食べれるかな。忘れてましたわ。帰る前にご褒美の草、いきなり街中で発情する私。手を繋いで帰ろうか。じゃあ自分が焼いてあげる。はい、帰る前のご褒美のキス。全くちゃっかりしてるな。今日まで付き合ってくれて、ありがとう、ペトロ。これからも付き合ってくれメンス。あ、噛み締めてる。お前がいてくれたから、俺は自分の仕事をきちんとやり遂げられた。これからも変わらずに、俺のそばにいてくれ。あー、宙に返した。あー、もう欲張りさん、ルシファーみたい。怒られ。ブチギレられるわ。はい、ということで、サタン交渉術を身につけようでございました。そんななかなか交渉してる感じではなかったんですけれども、まあ、結局、結果のところ、まあ、いろんな技を使って、猫ちゃんとかね、はい、もう今ある材料とか、ラットの生徒と話していくっていう、まあ、交渉というか、話術を使って、はい、ウィンウィン、ハピハピエンドを迎えることができました。はい、じゃあ次回は、アスモちゃんでございますね。はい、お楽しみあれということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。